はい、こちらなんですけどね、名古屋の、タクシー会社、毎日タクシーグループが自己破産した、はい、タクシーって乗れへんよねタクシー乗れへんよね。僕ね、ここ最近でタクシー乗ったって言ったらね、あのニコイチのガンマやな、あの事故車のガンマ買わされて、で事故車のガンマ買わされて、事故をやった時にね、帰りにあの駅からバスがないからタクシーに乗ったのが最後やわ。5000円ぐらい取られたな。もうあれで5000円も取られたらもうタクシー乗るの二度とやめよう思うよねなんですけどね、タクシー会社が選ばれない理由っていうのがあって、タクシーみんなタクシー乗らないね、タクシー乗らない、なんでタクシー乗らないのって言ったら、僕の個人的な見解で言うとね、タクシーに乗らない理由は、おそらくね、僕ね運転の上手い人に当たったことがないからね、タクシーの運転手で。本当はね、タクシーの運転手って、2種免許持ってるから本当は車の運転が上手じゃなかったらあかんのに、正直まあハンドル握る僕らからしてみたらタクシーってただの障害物やもんね。街中で例えばお客さんが手上げてたら何キロ出ても急ブレーキ踏んだりするやんか。だからあんなこととかね、でお客さん乗した途端気持ちが大きくなって車線変更から何でもやりたい放題やってるやん、タクシーが。ああいうことを繰り返すから、おそらくタクシーに乗る人がいなくなるんですよ。僕もだからね、今はあんま言えんけど、20代ぐらいやったら、あの夜の仕事の人なんかがね、まあタクシーね、あの帰りタクシー乗らなあかんねんとかっていう人いてたら、僕が送っていってあげるわって言ってたぐらいタクシーが嫌いやったことがあるんですよ。なんでって言ったら、正直なところちょっと自分勝手やねんな、タクシーって。で、あのコロナの間でもタクシーがね、コロナで売り上げが落ちたって言うんやけど、コロナで売り上げが落ちたんじゃないねんって、選ばれへんかっただけなんですよ。選ばれなかっただけで、今度はあのライドシェアやな、ライドシェアとかで今度はそういうふうなね、一般ドライバーに、まあ、タクシーの代わりをさせようってなると、あかんあかんあかんとか言って既得権益やな、振りかざしたりすんのよ。だからこれがタクシーが嫌われる理由ではある、多分ね。これタクシーでは稼げないとか言ってるやんか。稼げないっていう言い方してるような職業の人はね、まともな人じゃないよ。お客さんが払ってくれてるタクシーのね、例えば乗車賃っていうのを稼ぐって言い方をするような、あの職業の人たちはまあ向けへんと思うわ、うん。話はねちょっと変わんねんけどね、うちの僕の、母親のお兄さんがタクシーの運転手だって。元うちの母親のお兄さんが元タクシーの運転手で、やっぱりね、車乗せてもらったことあるねんか。普段マイカー乗ってあんねんけど、その人の車に乗るとね、やっぱり運転うまいなと思ったんやん。で、タクシーの会社ね、こういうタクシー会社の、こういうタクシー会社っていうのは、今のね、ゆとり世代のそのままをね、地で行くねんな。ゆとり世代の人たちが、地で行くような中身なんですよね、今のタクシーって。うちのね、うちのおかん の、 あの母親のお兄さんがタクシーの運転手やっててんけど、最後はやっぱりね、20年ぐらいかな、個人タクシーやってて、で個人タクシーやってて、近くの人からね電話かなんかもらって、でまあまあその人をどっか連れて行ったりするのに、まあ個人タクシーやってたわけね。で実際僕もね、電車でちょっと遠く行った時に、その人が乗ってる車に乗せてもらったことあんねんけど、やっぱり運転うまいなと思ったの、うん。タクシーが儲かれんのじゃなくって、これね、タクシーが儲かれんのじゃなくって、タクシーの運転手が
これ僕らが20代の頃から言われてる自分勝手な運転でみんなに迷惑をかけ続けた結果、タクシーっていうのが選ばれなくなって、それに拍車をかけたんがまあコロナであって、タクシーっていうのはね十分やっていける職業じゃないかなと思うんだけどな。でもうちょっとね、あの周りのことに気をつけないタクシー会社はちょっと厳しい。それとタクシーの運転手でもね、実際ね、二種免許って言われる、まあまあ営業免許持ってる人なんかで、これタクシーって第一種なんですよね。第一種の、あ、ごめん、二種でもね、普通の車の二種免許やね。観光バスとか運転してる人ね、観光バスの運転手って、あれ大型の二種持ってんな、あれ。で、大型の二種の、やっぱバスの運転手とかって言ったら運転、やっぱうまいね。ある程度は。ある程度は言うとくけど。中には変わった人浮いてるけど。で、タクシーがね、選ばれなくなったのは、やっぱり、自分で独立するっていうような、その、認識やな。これそうやねんけど、10年やったかな。10年ぐらいタクシー会社で働いてたら、独立して自分でね、個人タクシーができたら、まあ、車のね、まあまあランニングコストさえ除けば、まあ笑い もらったお金はほとんどは自分の取り分や。そういう考え方で最後を独立するっていう認識がないドライバーやな。日々の売り上げ、日々のなんかお客さんがあるないとか、なんかこのインタビューを僕見てんけど、なんか今日はね、アプリが一件もないとか、流してもお客さんが来えへんとかっていう、そういう言い方でね、自分たちのやってることを棚に上げて人の責任にしてるやつらはやっぱり淘汰されていくねんて。実際これから多分大阪はね、間違いなく大阪は万博の頃かその後の IR ぐらいから、ライドシェアが解禁になる。多分ね、ライドシェアが解禁になったら、僕は大阪市民ですからね、今でも大阪市民なんで、ライドシェアやるんやったら僕は多分、ライドシェアの許可は取りに行くやろうな。知らない人乗せてみたい気持ちがあんねんな。これ知らない人、普段は知ってる人やな。普段は知ってる人か、一緒にご飯食べに行こうとかなんとかっていう人としか、まあ一緒に車で出かけたりしないし、基本僕自分で運転する方なんでね。まあライドシェアがあるんやったら興味がある。ただタクシーはしないな、高いん。それと融通が危険。それとまあこれね、タクシーが選ばれない理由の一つはね、今の時代がそうであるようにね、例えばまあお客さんがお金を払います、サービスが終わってね、どんな商売でもそうやけど、サービスが終わった後、またお願いしますとか、その一言やな、またお願いしますとか、今日ありがとうございましたみたいな一言がタクシーの運転手が言ってんのかって言ったら、おそらく僕言ってないような気がすんねんな。これってね、お店でもそうなんですよ。飲食店やとか、接客するお店とかがあった時に、例えば食べ物食べ終わった後ね、まあ僕らは食べ物食べに行ったりすんねやんか、今日も食べてきてんけど、ほんだら例えばお金払って、帰る時にね、ごちそうさまでしたと、お金払っててもやっぱ一応言うわけね、僕らはね。乱暴なように見えるけど、意外とそういうとこはちゃんと言ってんねんて。ありがとう、ごちそうさまでしたって言った時に相手から何も返ってけえへん、そらそんな店に2回は行かへんでとか、例えばね、物買った、お金使った、お金の代償に関わらずね、今日は来ていただきましてありがとうございますとか、また機会があったらよろしくお願いしますみたいなことでも言ってくるんかって言ったら、言ってこないケースがあったりするとね、申し訳ないんやけど、やっぱり社用産業になってしまうねんて。でこれもそうやねんな、毎日タクシー確かに見たことあるけど、26億の負債を抱えてるってことはね、もう会社の経営者はもう会社潰す気満々やん。ほんで働いてる人たちに
26億も借金があんねんっていうことをね、多分僕ね、タクシーやったら朝朝礼とかがあった時に言ってるはずやと思うね。今ずっと赤字やから頑張ってお客さん乗せてね、売り上げ上げてきて会社に貢献してほしいねんと、会社が例えばドライバーとかにお願いした時にアプリやとか無線って言って予約が入ったお客さんだけしか行けへんみたいなドライバーがね、何百人おったかって、もう悪いけどね、あの売り上げなんか立たないもん正直。ということはこのね、こういう毎日タクシーのグループなんかでも結果として潰れんのは必然なんや、選ばれへんから。これね、インタビュー、街中のインタビューなんかも聞くとね、男の人やな、サラリーマンの人なんかはね、タクシーって乗ってないな最近とかで、サラリーマンみたいな人を聞いたら、いやタクシーは乗らないです、高いですから会社から乗るな言われてるわけや。で最後は女性の人がね、家に自家用車がありますから、家に車があってもね、タクシー乗ろうと思ったら乗る時ってあると思うねんな。まあ僕らここにおったら無理、田舎におったら絶望的に無理やけど、大阪やったらちょっとした時に車なんか使わないからね、何でもかんでも車じゃなかったとしたらやで、ちょっと移動するのにちょっとしんどいなと思ったら、ちょっとタクシーでもね拾って、でそれでまあちょっと乗って、まあ1000円ぐらい払って、まあしゃあないかなぐらいで終わらせたいところやねんけど、実際はどうやねんって言われたら、乱暴な運転にね、何にも喋れへんし、人の気持ちをね、気持ちを気分よくしないようなタクシーの運転手に1回でも当たったら、やっぱり半年から1年ぐらいタクシーは乗れへんと思うんな。ここはやっぱ反省してほしいし、やっぱり最終目標っていうのでね、僕ね、タクシーの会社を潰さんとこうとしてね、日本の国がタクシー潰さへんためにどうしたらええねんって言ったら、おそらく独立して個人タクシーにできる期間っていうのをもっと短くしなあかんと思うねんな。5年とか、それか距離ね、何十万キロタクシーで走るか、5年ぐらいやったら個人タクシーできますよ、で自分で独立して働きたい時に働くねんみたいなことがね、いいんじゃないのかなと思うんやけどな。名古屋なんですよ、毎日タクシー。大阪やったらどこやろな、タクシーは。僕が知ってる限りやったらね、大阪のタクシー会社って言ったら東北が本社やねんけど、国際工業とかね、国際工業、観光バスもやっててんけど、国際工業とか、日本交通、日光やな、観光バスやって、やっぱやってんねんけどね、ぐらいやねんけど、タクシーは乗らんな。大阪駅の近辺とかでね、歩道に乗り上げた状態でタクシーなんか止まってんの見たら、もうあれ見たらやっぱ乗らへんもんな、タクシーと。夕方、最近だいぶ元に戻ってきたって言いながら、夜の新地あたりの辺やな、新地あたりの辺でもアホみたいな車止め方してるタクシー見るとやっぱ乗らへんもんな、あれ。やっぱり昔から言われてる、自分のね顔の上に唾吐いてるのと同じでみたいなところはあるかな、タクシーは。ライドシェア自体は怖いと思うよ、日本人のライドシェアは。運転がうまいかどうか分かれへん人たちの車に乗らなあかんねんからな、怖いでーと思うけどね。僕はまあ大阪やったらライドシェアは登録してもいいかなと思うけどな。まあ車ね、どの車っていうことないんやったら、まあ例えば車が選べるね、何台も車持ってるから選べる車と、まあその時の気分で、乗る車が変わったりするのは一つのサービスとしてはあるかなとか思うねんけど、タクシーもな厳しいと思うで。車用産業やもんな、高齢化とか。僕らがね若い時やったらタクシーの運転手って言ったらもう仕事がないっていうのかな、仕事がなくってやる仕事がない人がやるようなイメージがあるのがこのタクシー運転手や。車の免許持ってて、で二種免許の費用はねタクシー会社が見てくれんねんけど、実際はやん、
お礼暴行みたいなんでずっと働かされてとかね、夜中の遅いなんか夜中に走ったりとかすんのを考えたら、あんまりいい仕事ではないような気がするな、タクシーは。まあ世界のね、人たちが日本に旅行に来たとしたらライドシェアの方が多分合ってるみたいやねんな。あそこからここまでの移動だけな、例えば飛行場から観光地一箇所まで、で観光地から観光地までの移動とかで大きな荷物持ってる人なんかやったら、行っていくらね、今度そこからどこかそこまでの移動がいくらとかってきちっとお金が分かってできるようなサービスにタクシーもならなあかんのじゃないみたいなどうですかね。はい、僕はだからね、結論的なと言うとね、タクシーの運転手はあんまり好きじゃない。職業としてのタクシーの運転手も、しっかりした人もおるやろうけど、どうやろうと思う時があるな。やっぱり自分で車がね、ハンドルが持てる時はやっぱりタクシーは乗らないかな。はい、ですよ。